次のマシュマロです。頭にぶっ刺さってるカツオに名前とかはあるんですか？ありません。っていうのもオイラの好きなものの名前をねつけようと思ったがやけど、おじさんってどうかなって思ったが、そしたらおじさんはカツオじゃなくなるね。難しい。もしかしたらつくかもしれんし、つかんかもしれんし、非常食の名前はまた後日考えておくことにします。